おはようございます。おはようございます。てるよ、なんかのんびりしてんだ今日は。え、いやいや、そんなことないですよ。緊張がないだろ、会社の中に。そんなことない、スペシャルウィークですよ、先生。スペシャル、なんか力ないんだ、はい、会社の中に。俺知ってんだ、秘密。今日社長いいかな、はい、いないんだよ、みんな今日。あら、どちらへ。今日社長とね、はい、あの、うるさい局長だろ、大声の小笠原局長。それか偉い人みんなと。がずーっと全員がでね、あの札幌行ってんだよ、民放祭で。何しに。でそのお供がうちのチーフの橋内なんだよ。あら、橋内さんもいないんですか今日。だからみんな今日はさ、札幌の方に、今飛行機の中だから誰も聞いてないから。なるほど、今2個目時間聞いてるんですよ。伸び伸びスタッフなんか本当だ。もうちびっこ出るよみんな、スタッフ全員。なんか中学校の校内放送みたいなのだって、うつみだもん、ディレクターが。え、もうちゃんと仕切って。今日はチーフ D らしいですね、うつみさんが。もうサウンドもなんて、中学生だ、みんな。中学生だわ、みんな。アンパン食べながらキープしてんだ、みんな。レコード回してんだもん。のんきなもんだよ、今日は。なるほど。それでもみんなね、今日はね、札幌にも行くんだ。昨日張り切ってたんだよ。はい、八王子なんかもう社長万有期みたいだから。あら。もう僕一番年下ですからね、大変ですよ、みんなの用意しようかとか言って気遣ってたんですよ。ミキノリフェイみたいな役どころなんだよ。役どころが。もう社長万有期で。そしたら今日も天気予報見たら、ざまみろ。今日ね。大雪だろ。札幌に初雪ですって。みんな風邪って帰ってくるんだよ。ダメだ。どうだ。結構降ってましたよね。札幌初雪だったよ。なんかね、橋内くんだろ、うちのチーフ。あの、去年のね、なんか吉田拓郎さんのね、はい、番組でね、はい、なんかね、こっそり賞取ったらしいんで。え、何ですかそれ。何ですかって。民放祭。そう全部の。橋内さんが民放全部の。こそこそ隠れて撮ってんだよ、あいつは。まあ、うちで頑張ってくださいよ。うちのは飲みにしてんだ、あいつ。テープ隠しちゃうらしいんだよ。出さないで出品しないらしいんだよ、うちのは。なんか他の番組なんか出品しない賞取ってんだよ、みんな。はぁ。それになんか、表彰状もらって帰ってくるらしいぞ。あ、なんかそういう、あの、ラジオの。全部の、全国の日本にあるのよ。で、いろんなところで、毎年いろんなところでやるんだよ、九州でやったりさ、いろんなところで。今年は札幌なんだよ。そこに今行ってんだよ、きっとな。あら。で、今全員これ聞いてないから、社長が誰も。今はもう2個目時間聞いて、優勝賞との対談かなんか聞いてんだよ。のんびり、ああ、面白いなとか言って、しょうがないだって。のんびりやりましょうか。いやいや、でも先生、この後、伊藤史郎さんゲストですから、のんびりとは言わないで。だって俺、昨日じっくりも打ち合わせしちゃったもん。伊藤さん、だって、もう、細かい打ち合わせしちゃったから大丈夫だよ。もう安心なんだよ。いやいやいや、もう今日ね。あとな、世の中、いや先生、今日ね、どうなってんだよ。あのですね、まあ、いろんな事件がありますけど、杉山知事がバンドエイジとかですね。え、バンド、え、バンドエイジじゃ何ですか。違うの。7億円ゆすられてんだよ。え、本当ですか。元付き人からお前。え、7億も7億円ただもんじゃないよ。7億円ゆすられるってことはよっぽど弱いあれを握られてるよな。7億ってすごいですね。だからあんたが自分が世界不思議発見だっつってんだよ、みんな。あんたその7億それが不思議発見したいよ、俺は。その7億の方な。あら、それは知らなかった。で、昨日竹下さんの話してた。大変なおじさん、だって俺なんかよ、お前、そんな付き人によ、いちいち7億ゆすられたらよ、俺なんか何十人もいるから、弱いいっぱい握られてるから、俺なんか、毎日1億ずつゆすられてたら、お前、やってらんないよ、俺、とか言って。まんねえよ、弟子いっぱいいるから、俺なんか、付き人にゆすられてたらよ、とか言って、大笑いしちゃったよな。本当だよな。ねえ。そうね、元ね、あの、春団子さんとかのね、お弟子さんでね、で春団子を買わそうだよ、詫び状なんか書いちゃってさ、もう破門してんのにさ、なんか悪さしてんだよ。かわいそうだよ、春団子。あの、エステデミロードが破産したから、エステ業界がみんななんかこう、そういう保証するみたいな感じですね。業界で。春団子一門も、あ、すいませんでしたみたいな。すいませんでした。この辺の髪型の録音が。あったかいですね、なんか。そうだよ、あったかくないんだよ。いや、そうなんですか。あったかくないんだよ。サスバスしてんだよ。お金の話ですからね。バンドさん。ああね、新井中さんの。普通7億ゆすんないぞ、お前。そうですよね。よっぽど弱いこと。何だったんですか、7億って。駐車禁止ぐらいじゃな、握られてるぐらいじゃ。7億は寄せられないだろ。荒井中さんどうした。荒井中さんの遺言状がなんか、これは荒井さんの筆跡じゃないって。あんたも覚えてるんだろ。友人が言い出して。なんだバカ野郎と。なんだバカ野郎と。DC だペンだと。このペンは。この筆跡は DC だペンと。そうですよ。DC だペンと。言ったの。さすがに中さんも。はい。揉めてんな、みんな。すごい、また NHK わいせつだよ。なあ、あとですね、部屋とワイシャツと私って言われて、またワイシャツと部屋とワイシャツと私って言われて、 NHK じゃん、お前。いや、日頃送られてることじゃないんですよ、NHK って日本ハレンチ協会って、そういうこと書いてるんだぞ。やめてください、誰ですか、それ。NHK は日本ハレンチ協会の略じゃないですよ。したら巨人は巨人で杉山だよ。どうなってんだい、また暴行しちゃったら今度。いや、これでもまだよくわかんないですね。でかい字がまた。頭を叩いただけっていうのは。頭だけじゃ、やっぱ、わいせつ行為が否定ってことはわいせつなんだろうな。まだね、わかりませんけど。NHK という巨人という。時代はない、わいせつなの今。いや、そんなことないです。ブーブー来てんの。いや、そんなことない。いや、なんか時代遅れてんの、これ。健全な人たちもいて、日刊スポーツに今日出てるんですけどね。健全な人もいて。なんかね、
あの世界中の性交渉の回数、ルーシーさん、いやルーシーさんの話もあるんですけど、消えたルーシーさんじゃないの、まだこれはちょっとねよくわかんない、消えたルーシーどこ行ったんだよ、なんか信頼できる機関がですね、うん、世界の人が年間何回性交渉を行ってるかっていうのを調査したらしいんですよ、またそういうこと、これ恐ろしい結果ですよ、アメリカ人は1年間に、うん132回ですよ。どういうこと ?132 回通話。3日に1回ですよ。そのぐらいいけるんだろう。やる気になりゃ。でも日本人の平均は37回と最下位だった。うん、何が年間はい。嘘だよ。それどっかのさ、よろじん、本からかと調べたんじゃないのちょっとおじいちゃん対象に調べたんじゃないの、ちょっとこれ年齢、対象年齢書いてないもんだって。わかんないですけどね。そんなのわかんないよ。でもこれあんまりじゃないですか。また日本人めげちゃうじゃん、そういうことだよ。わいせつわいせついっぱい出てますけど、日本人は少ないんですよ。そう。37回ですよ。屈折してんだな。ちゃんとした性交渉しないで、なんか盗撮しちゃったりな。なるほど。NHK みたいに何これ。電話ボックスで何、はい、スカートめぐったの、なんで電話ボックスでスカートめぐってんだよ。酔っ払っちゃってね、やってることわかんない。何やってんのかな、もう。ねちょっとアメリカ人を見習って。見習ってほしいって。ちゃんとまっとうなことしましょうか。そうしましょう。そして今週1週間はですね、はい、危険な2人スペシャルで、はい、ずっとやってきましたよ。月曜日、10時ですよ。はい、ねよかったですね。もうすごい。人気でしたよ、みんなから、いや、いいですね、ジュリー。そして昨日が、ま、はい、うん、昨日はですね、古舘さんがいらして、ジェットコースター、そして今日が2位だから、はい、ツンツクツクツクツン、日本で一番忙しい喜劇人ですよ、はい、いいですね、愛子さま、はい、はい、で、そこで今日は、うん、いらっしゃる伊藤さんへの質問を、金曜日は大沢親分だ、そうです、ね、はい、やっぱ日本シリーズ直前、はい、はい、今日は伊藤志郎さんということで、うん、伊藤さんへの質問をファックスとメールで受け付けます、はいはい、まずファックス番号は、はい、東京03-5500-0707、5500-0707、そして E メールはhills@1242.com です、はい、ファックスやメールを送ると今週は毎日お一人に1万円相当の松坂肉のしゃぶしゃぶが当たるチャンスがあります、みんなこれ欲しがるんだよな、これお土産ないのでなるわけないのないのお土産くんないのプレゼントだって言ってね、うん、電話してください、うん、当選者は毎日エンディングで発表します、はい、それじゃあそろそろ参りましょう、はい、小芸人でもおなじみあの伊藤志郎さんが伊藤家の裏話から V6 との共演話まで喜劇人魂を大いに語ります、もう今月頃ですね、はい、小芸人私編集長でございますからね、はいはい、もう伊藤志郎スペシャルですか、はい、伊藤志郎から三宅裕二スペシャルですからね、大いに語ってもらいましょう、はい、風味をどう乾きみこ、そして間もなく登場伊藤志郎さんのラジオビバリーヒルズ、というわけでもう伊藤さんがですね、はい、今ジェイジェイだから、はい、今来ましたね、悪いね、悪いね、悪いね、デトリヒって言いながら来たからそんなことで、じゃあ今日も1時まで生放送、今週のビバリーは危険な2人スペシャル、今日は出演番組はいずれも高視聴率、伊藤志郎さんが登場、日本放送高田文雄と伊藤志郎のラジオビバリーヒルズ、すいません、コーン炒め製法で野菜をしっかり油通ししたから旨味が全然違う本格中華丼ください、というのは大変なので名前は中華丼にしました、名前は単純ですが味は芳醇です、ローソンの中華丼、私のはちょっと違う、ドコモラジオインフォメーション、エネルギーの消費により深刻化する地球の温暖化、平均気温が2度上昇すると全森林の3分の1が大きな影響を受けると言われています、ドコモでは風力や太陽光を使った発電システム、また発電機から出た熱を冷暖房に利用するクリーンエネルギーシステムなどを導入した環境に優しい建物づくりを行っています、ドコモは環境保護にも積極的に取り組んでいきます、ドコモマジック&ハーモニー、激戦輸入車中古車速報 U チョイス、欲しい車が必ず見つかる輸入車中古車ガイドの決定版、11月号はベンツ C クラス大特集、メルセデス新旧 C クラスを徹底研究、内容さらにパワーアップ、 U チョイス11月号はネコパブリッシングより好評発売中、行こう行こう吉野家に行こう、あらはった牛丼どこもり、おパワフル、じゃあうまい牛肉と脂の乗った鮭両方が食べられる牛鮭定食っていこうかな、うまそう、あと僕もそれ、やっぱり牛丼も、いやいや牛鮭、お客様ご安心ください、もちろん24時間やってます、牛鮭定食税込み490円、平塚競輪本日開催、夢をかけるなら今がチャンス、平塚競輪は本
日開催いたします。 JR 平塚駅、小田急本厚木駅南口から無料送迎バスをご利用ください。平塚競輪は本日開催。危険な二人スペシャル、今日は人伊藤志郎さんが登場。伊藤さんへの質問のファックスメール待ってます。どうか一つ日本放送、高田文夫と伊藤志郎のラジオビバリーヒルズ。はい、お待たせいたしました。もう昨日からもう古田さんがフリー振ってますから、はい、今日のゲストは早速紹介していただきます。ボケピで隣の席だったという、はい、共演の相手は三木のりへいさんからなんと V6 まで変幻自在の証言人伊藤志郎さんです。よろしくお願いします。私は変幻自在です。自在ですよ。自在自在ですよ。あ、神出鬼没、神出鬼没に神社仏閣ね、ゴリ夢中、人生ゴリ夢中です。ゴリ夢中ですよ。でしょ、もう疑問だらけの人生でね。あ、今ここでパッと見ててもすごい疑問が湧くんですよ。これ景色見てて、まず何を疑問ですか。あのレインボーブリッジですか。はい、ですよ、ブリッジ。あれなんで真ん中が膨らんでんのかなっていつも思ってるんですけどね。まあね、あれなんで真っ平らにしないんだろうと思うんです。そうですね、言われてみれば、なんでああやって真ん中を膨らませるのかと思うと、あとひょっとして、あら将来伸びてくるから、ブリッジがだんだんと、そのためのあの指紋がさ、指紋ってですか。あれ指紋でしょ。指紋ですか。指紋で吊ってるわけだから。おうおう、でだんだん伸びてくることを見越して真ん中を膨らませてるんだと思う。誰か偉い人が考えた。だからずーっと後になるとあれは垂れ下がるんだな。真ん中がへこむんだよ。伊藤さんはそれ常にいろんなことを疑問を抱いて、生きてるんですか。日々生きてます。日々ああいうビル見てたって、なんであれがまっすぐ立ってるのか不思議でしょうがないもん。うん、俺が立てれば絶対どっかで曲がってくる。曲がってくるんだろうね。あら不思議だな。俺はそんなこと言ってる伊藤さんが不思議ですよ。我々は見てて、そうかね。そうかね。あの膨らみ不思議だと思う人いないか。いない。私もね、いろんな人と会いました。38,532人、あれ一人もね疑問に抱いた人はいません。23人目は言うんだ。あれが変だってことか言うな。言っちゃうわけですか。言っちゃうもんな。変でしょあれ。そういう時あの伊藤さん疑問に思ったら調べたりなさるんですか。どこ調べるのあれ。いやなんか東京に調べようがないんだ。あれね、日本道路公団に聞いたってね、あの対応されるだけだから。ね。無回答と考えてる。走ってて楽しいでしょって言われたら、それで終わりだもん。いやそうだもん、なんか。そうそうそう。あれまっすぐじゃつまんないでしょと。面白いでしょと。ここに変化をつけたよと。そういう。ぐるりをつけて、そう、楽しんでいただきましょうと。うん、そうね、700万、800万取ってんだから。そうそうそう。ね、お客さんあってろと。相談だと。そこまで考えてるわけですか。伊達にお台場来ませんね。来ませんね。お台場には来ないね。ね。うん。普段文化放送も行ってるでしょ。行ってます。あそこお化けてるから。そうそうそう。ね。あそこ文化放送。俺もね、トイレでね、あの肩ポンと叩かれちゃった。あら、覚えあります？いや、参ったね、これには。うん、トイレで。で、構成作家のケンちゃんってのがいてさ、そいつとしょっちゅうその便所で会うんだよ。だからそれが来て、また後ろから続いたのかなと思ったら。ダメだよ、ケンちゃんって振り向いたら、誰もいないんだよね。いないね。やっぱり QR だから。QR だ。何だって QR だから。ここは出そうもないな。今更出ないでしょ。明るいスタジオですからね。出ようがないな。ここは出ないですよ。ここまで明るくっちゃ。明るくっちゃ。あの膨らみだけだよ、変なのは。膨らみが怪しいですか。伊藤さんが見て。言われると確かに気になっちゃいますね。言われるとね。なんで回ってるの。調べてみたいよね。はい。うん。まずどっから当たりますか。え、どっから当たりますか。あれを調べるためにまず。まず日本道路公団だろうけど。いきなり。きっと首都高速道路公団。でもきっとそういう答えが返ってくるから。建設省か。建設省いきますか。建設省だろうな。ただ前向きに考えてるかなんか言われちゃうんだよ。担当者がおりませんね。やぶさかではありませんか。やぶさかさん、また笑ってしまうんだろうな、そこでな。やぶさかではない。やぶさか。やぶさかっていう字も難しい。難しい。書けないですよ。やぶさかはね。やぶさか転んだ。やぶさが転んだね。あれはなんかね、ふみっていう字みたいなところ下へ口を入れるんだな。やぶさめみたいなもんですかね。やぶさめとは違うんだ。違いますか。やぶさめとは馬乗りながらこんなことやんねん、パーンって。今度やぶさめ知りません。やぶさめわかりません。こんなことやってピュア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 。貴族の遊びですか。貴族だものな。なって言われても何しに来たんです今日は。
雑談ですか、年寄りの。ただの。まあまあ、それでもいいんだよね。まあ、いいんだよ、ね、いいんだよ、ね。噂聞きましたよ。なんか、V6 とコントやってるって。やってるんだよ。私まだ見てないんですけど、すみません。この建物の中で撮ってんだから。フジテレビで、そう、うんうん。木曜日の23時からやっております。今やってんの。お笑い V6 病棟。V6 病棟コントの番組ですね。病棟の役なんです。危なそうだよね。危なそうだよね。だよね。ねえ。V6 病棟に出てるんですか。出てる。院長。病棟の病棟の患者じゃなくて患者じゃないよ。え、見る方ですか。見る、患者が今度小松が来る。あ、いいなあなたが患者、小指が怖い。そうだよ、患者小指が痛いですよね。ただ笑ってるだけで分かんない。いや、分かりますよね。あなたが噛んだ小指が痛い。伊藤ゆかり三人娘だね。あ、伊藤ゆかりさん。ダブルケンジがネタにしてたでしょ。あなた方々が噛んだって何人に噛まれたんだ。どこで止めたらいいんだってのあなた方がたくさんに噛まれてるんだよね。あなた方ゆかばってやってたもんな。しゃべんなってないもん。つながんないんだよ、何にも。しゃべんなってないんだもん。それ海ゆかばだもん、それ。そうだもん。元がないものなんだかわかりませんか。じゃあまた今後よろしくお願いします。はい、どうぞよろしく。はい、今週のビバリーは危険な2人スペシャル。今日は全番組はいずれも高視聴率、伊藤四郎さんが登場。日本放送高田文夫と伊藤四郎のラジオビバリーヒルズ。 3F で買えるんです。目的別に選べる DHC の健康食品がお手頃価格で勢ぞろい。お試しサイズになりました。ちょっと私も試してみようかな。美容や健康維持、ストレス対策もいいことやっぱり。処分に困ったことありませんか。金庫や冷蔵庫あるある。それにオフィスのパソコン、事務机でも有明工業のリサイクリングシステムならあるという間に処理できちゃうんだ。すごい。リサイクルのリーディングカンパニー有明工業。雇用名は 03-3529-0311 まで。お台場日本放送のそばにあります。テレビ CM で伝わらないこといっぱいあります。ラジオ CM でも伝わりません。そういうのってアラビカ種コーヒー豆 100% 使用、美味しくなったニューコーヒータイム、うまい。あ、そういうの一番伝わりづらい。ヤクルトから。あなた、どこに家作り頼みましょうか。それならカトランだよ。カトラン？近所の山田さん、すごく喜んでいただろう。あのうちカトランだったのね。僕たちもカトランの展示場に行ってみよう。カトラン、カトラン、カトランホーム。家作りなら決めた。カトラン、カトラン、カトランホーム。食卓のヒーロー。あんたが大将、私も大将。キムチ鍋スープ食べましょう。お肉と野菜を入れて煮込むだけ、とっても簡単。大将のキムチ鍋スープ。大将お鍋も喜ぶ有機野菜プレゼントキャンペーン実施中。鍋スープも大将。ねえ、みんなもう知ってる？紀伊国屋書店のブックウェブは350万冊の書籍データベース、新宿本店と新宿南店の在庫情報、ベストセラー情報、他にも便利がいっぱいのインターネット書店。知らないと損しちゃうぞ。今すぐ www.kinokuniya.co.jp に。今週のビバリーは危険な2人スペシャル。今日は出演番組はいずれも高視聴率、伊藤四郎さんが登場。日本放送中田文夫と伊藤四郎のラジオビバリーヒルズ。誰にも真似できない人生を送るはずが、誰も真似したくない人生になっている吉田様、仕事がお探しです。俺仕事が君を探している。人材応援企業の日総興産。日総。詳しくは各求人誌で。想像してください。月見バーガー、プリップリの卵とカリッと香ばしいベーコンのハーモニーがたまらないの。チーズ月見、とろーりとろけるチーズがお口の中で。続きはこの秋のマクドナルドで。月見バーガー税抜き190円、チーズ月見税抜き220円。マクドナルド。本丸系融資、事業資金に頼れる。経営者の皆さんを事業資金で応援するのが商工会議所の丸系融資です。担保も保証人もなしで1000万円まで。詳しくはお近くの商工会議所、商工会へ。日本霊園サービス協会です。
総額55万円でお墓ができるって霊園ですけど。はい、公営霊園をはじめお求めやすいお墓のご相談にお答えしています。お電話ください。0120-815-110番、日本霊園サービス協会です。木桜男の独り言、一番風呂は温まらないって聞いたんだけど、それで分かりました。妻の冷え性治らないわけ、僕も一番あのたまにでいいんですけどね。今夜も一杯酒は木桜。木桜菓子食品の現金問屋。ただいま開催中の平塚競輪は23日まで。平塚競輪は23日まで開催。21日からの3日間は黒松杯 S 級シリーズを開催します。ご期待ください。ショーマンバーン。日本放送高田文夫と伊藤志郎のラジオビバリーヒルズ、この時間はコンビニエンスストアの 3F がお送りしています。それではここで赤岡製と神奈川県国民年金基金がお送りする産経新聞ニュースです。ニュースデスクの宮崎さん、お願いします。はい、斉藤参議院議長は公選法改正案をめぐる議長斡旋案を協議する参議院各派代表者懇談会を今日午前11時から開きましたが、斉藤議長の斡旋は不調に終わり、斉藤議長は事態混乱の責任を取って菅野副議長に辞表を提出しました。後任には自民党の井上吉夫両院議員総会会長、岡野豊前参議院幹事長らの名前が挙がっていますが、新しい議長を選出する参議院本会議は早ければ明日にも開かれる予定で、この本会議には野党も出席することを決めています。ただ野党がその後の委員会審議にも応じるかどうかはまだ流動的で、議長の辞任を受けて国会が正常化するかどうかが焦点になってきました。ところで中川官房長官は自らの女性問題に絡んで名前の挙がった右翼団体日本青年社の幹部と会食している写真が今日発売された写真週刊誌フォーカスに掲載されたことについて今日午前の記者会見で釈明しました。国会から立川記者に伝えてもらいます。立川さん。はい、釈明会見およそ20分ほど前に終わりました。はい、今日の会見、簡単に言いますと表現は悪いんですが、白は切るが腹は切らないと、まあ、開き直りの会見となりました。はい、会見する中川官房長官です。私自身はまあいくら記憶をたどってもですね、私自身は記憶が十分にないと国会答弁でもお答えした通りと言わざるを得ません。中川官房長官ですね、表情はいつも通り淡々と、そしてボソボソと話しました。はい、まあ、釈明会見はおよそ10分ほど続きまして、面識というのは面と識という2つの漢字から成り立っていると、面は顔を合わす、そして識は認識という意味だが、写真には私は写っているけれども仮にどこかで同席したかもしれないが、同席したとしても認識はないと、相手の顔も覚えてないし名刺交換もしていないと、まあ、最後まで開き直り続けました。はい、最後はですね、私は今後も国務大臣の任務を遂行するし、これ以上公の場で話すことではないといつもの逃げ口上で締めくくりました。はい、まあ、先月の予算委員会ではですね、天地神明に誓って会ったことはないと言っていたんですが、そのことはもう忘れてしまったようですね。また今日のフォーカスの報道では、中川官房長官の覚醒剤疑惑や愛人への警察ガサ入れ情報漏洩疑惑など、まあ、多くの疑惑が取り上げられているんですが、これらの疑惑についても事実無根だと告訴も検討しているということです。はい、こちらからは以上です。はい、どうもご苦労様でした。国会から立川記者でした。次に、今日午前の東京株式市場はアメリカの株の急落を嫌気してハイテク関連株を中心に売られ、平均株価は大幅に続落して1万5000円を割り込みました。取引時間中の1万5000円割れは去年の3月以来およそ1年7ヶ月ぶりです。東京市場は取引開始直後から主力のハイテクや情報通信関連株などに売り注文が先行し、ほぼ全面安の展開になりました。今日午前の平均株価は昨日に比べ410円85銭安の1万4929円37銭で取引を終えています。おしまいに、イスラエル治安部隊とパレスチナ住民の衝突を停止するという中東首脳会談の合意を受け入れたことをイスラエルとパレスチナ双方が発表しました。このうちイスラエルのバラク首相は、
合意の速やかで確実な実行によって安定と共存を目指したいという声明を発表しました。またパレスチナ自治政府も、合意はパレスチナとアラブの期待に全面的に沿ってはいないが、和平交渉の再開に向けた基盤になるという声明を出しました。しかし首脳会談の後も衝突は続いており、エルサレムの南部でイスラエルの警察官1人が撃たれて重体になったほか、パレスチナ自治区のガザでも双方がロケット砲を撃ち合うなどして、17日夜までに合わせて3人が死亡し、50人がけがをしました。このため停戦の合意の実効性に疑問も出てきています。この時間のニュースは以上です。宮崎さん、ありがとうございました。人生を振り返ってふと思った。家庭は円満、仕事も順調だが、私には何かが足りない。ミネラルの足りないあなたへ、海の深層水、奄美の水、高度250と高度1000。そうか、海のミネラルだったのか。小谷美香子、国民年金基金始めてます。国民年金プラスアルファ、積み立て年金プラスアルファ、プラスアルファ、国民年金にプラスする、増やせる年金。お問い合わせは神奈川県国民年金基金 045-242-1907 まで。続いて、明日を開くエネルギー、東京電力がお送りする天気予報です。今日日本放送の前で風に吹き飛ばされそうになって、これはお台場だから風が強いのかなと思ってたんですが、先ほど東京都心で木枯らし1号が吹いたそうです。今日はお昼過ぎから北風が吹いて寒く感じられるかもしれません。今夜はぐっと冷え込むので暖かくしてお過ごしください。それでは予報です。東京地方、今日は曇りで夕方から晴れ、夕方から夜にかけて雨の降る確率は 0% です。今日日中の予想最高気温は22度です。明日は晴れの見込みです。以上、お天気でした。三高町、月星ホイホイホイと聞こえませんか。こちらはホウジロ、一筆形状つかまつりソロ。鳥たちの声がいつまでも聞こえる環境を、東京電力は発電所の緑化などを進めています。それではここで成田さん、新勝寺がお伝えする日本放送交通情報です。警視庁の深田さん、お願いします。はい、東名高速道路集中工事で混んでいます。特に下り線は神奈川県の綾瀬バス停付近を先頭に横浜青葉付近まで13キロ、その先も静岡で24キロ、由比パーキングエリア付近までの渋滞です。反対の上り線は特に静岡県の富士川サービスエリア付近を先頭に12キロ混んでいます。首都高速道路渋滞を伴う事故や故障者の情報は入っていません。環状線を先頭に3号線は駒沢、4号線永福付近までの渋滞です。都内は明治通りの内回り、江東区新木場1丁目で事故のため、この影響で国道357号線が夢の島で両方向1キロから2キロの渋滞です。なお、この明治通り新宿区新宿3丁目のビルの火災のための規制はすでに解除されています。情報センターの深田でした。深田さん、どうもありがとうございました。次の交通情報は12時25分ごろお伝えします。今日は風が強いのでドライバーの皆さん気をつけて運転なさってください。さて、この後は伊藤史郎さんが再び登場。楽しい話まだまだ続きます。お楽しみに。お年寄りの交通事故が増えています。道を渡ろうとしているお年寄りを見つけたら必ず停止して道を譲ってください。また自転車で走っているお年寄りを追い越すときには急に方向転換されても大丈夫なよう、いつでも止まる心構えが必要です。成田さんでは毎日皆様の交通安全をお祈りしています。今週の乗ってけラジオは1週間ぶっ通して一足早い日本シリーズスペシャル。ジャイアンツの長嶋監督が毎日登場、 OL 対決について熱く語ります。さらに長嶋監督のスペシャルキーワードで10名の方に高級マツタケをプレゼント。提灯行列もあるよ。あれ本当にやるんですか。マルケ融資、事業資金に頼れる。経営者の皆さんを事業資金で応援するのが商工会議所のマルケイ融資です。担保も保証人もなしで1000万円まで。詳しくはお近くの商工会議所、商工会へ。うちの両親、千代踊りの日はとても仲がいい。
あー、ジオドリ、おいちい、ジオドリ。お前も、あー、あなたったら。ジオドリの日は僕は忘れられている。愛情チキン、甘みがあってコクがある、ヘルシー、おいしい、ジオドリ。近頃お昼休みが終わるとポットのお湯が空になっている。犯人はおそらく、おいしさボリューム、お値段お得、新州一の即席味噌汁特入り発色だ。12時です。危険な二人スペシャル、今日は人伊藤志郎さんが登場。伊藤さんへの質問のファックス、メール待ってます。どうか一つ、日本放送高田文夫と伊藤志郎のラジオビバリーヒルズ。さあ、そういうわけで今日は11時半から、はい、我らが伊藤志郎先生とですね、はい、お届けしております、はい、ラジオビーバリッシュです。先生って言ったらこちら大先生だから、ね、はい、私はもう、ね、その人だけ高田文夫大先生に呼んでる。いやいや、ね、この人だけだよ。丹波文夫さんは、私は丹波文夫、丹波哲郎、それがわかんないもん。丹波哲郎って言おうとしたんだよ。僕じゃってるから、もう丹波哲郎さんはね、私をね、先生って呼ぶんで、それで弱るんだよ。2人だけの時先生って呼べばいいんだよ、うんうん、みんなの前って で、ね、伊藤先生って言われると嫌味だからね、これはさ、また嫌味だ、参るんだよ、ね、伊藤先生だ。大霊界誘われたことがあってさ、入りましたもん、行かないかって。行かないかじゃないんだ、行かないかって出ないかって、で映画ね、大霊界に出ないかと、出ないか、伊藤先生にぴったりの役があるって聞いた途端に嫌な気がしたもん。いろいろ役がある、大霊界の中でぴったりの役って大体わかるもんな、おもろげに分かっちゃう。以上です。以上ですか。じゃあ代理会は断ったと。ちょっとスケジュール断れるのもありましたね。最近ね、伊藤さん働きすぎですよ。だってそのさっき言った V6 から、何、あと伊藤家の食卓、ま、伊藤家だって視聴率トップですよ、毎週毎週。そんなことはない。私が別に上げてるわけじゃないから、タイトルに伊藤家歌ってんだもん、これが渡辺家じゃ取れないんですよ。あ、そう、吉田家じゃ、吉田家の食卓が見たくないの。そう、鈴木家が見たくない、伊藤家だからこそ見てみたいなと。で、俺のおかげだ、自慢で急に王者だ、俺のおかげだ、伊藤家の食卓だからこそ 26.1 出ませんよ、 26.1 という数字は出ませんか。出ません、出ません、出ませんね、冬場の幽霊だ、出ませんね。あとですね、来年の大河ドラマ、また北条時宗、ね、北条じゃない、困っちゃうね、台風じゃねえんだから、北条してどうする、台風じゃねえんだからよ、北条しろよ、スタジオ、スタジオじゃないんだよ、スタジオっつったらさ、簡単なんだもの、うまいね、作詞しちゃうよ、本当にね、作詞しちゃうよ、俺は。なんて言うんですか、これ考えてごらん、小学校で習うよね、そう、習う、ま、習う、これ有名な人ですよね、有名、有名、プロマイド丸めの意見貼ってあるもんね。ね、有名人ですよ、トレカとか出てますね、うん、これなんて言うんだ、北条時宗、いいね、いいね、見たいんだか見たくないんだか、あんまり、あんまりこれ誰なんだかと思っちゃいましたね、北条、北条時宗、あ、そうです、北条時宗、これが2001年の大河ドラマ、はい、そうですね、今まで大河ドラマでその時代扱ったのはあんまりないんですよ、お付き合いがないからね、この時代の人とみんな、うん、付き合いがあんまりないから、うん、それまああんまりポピュラーでもないということで扱わなかったんだろうけども、はい、私本読んでみて、最近の大河の中じゃ一番面白いんじゃないかと思ったね、うん、はこれね、大概これ権力欲とかなんかの話があると、うん、それはいろんな、うん、その、うん、家とかなんかでしょ、はいはい、これ家の中なんだよ、北条一族の中でドロ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 した分の話、兄弟から親から子供からみんな絡んでね、言ってみれば北条家の食卓と、上手だね、上手だ、東方、東方、上手だね、北海道出身、花くそびやな、あそういうことだ、じゃあ北条家の中の、中の、うん、だから、ね、身内同士だからもっと面白いね、もっと面白い、これ、うん、で腹の探り合いからさ、本当のこと言ってんのか、それが嘘んこなのか、嘘んこ、よくわかる、いい単語ですね、嘘んこ、嘘んこなのか、ね、探り合うわけですか、そう、探り合う、それ1年かけて探り合ってるお互いに、探り合ってるんですよ、あ1年間だ、抹殺されたりね、抹殺、抹殺ですよ、サオマツですね、大川サオマツ、サオマツ、サオマツですね、顔がバッと、その1年間かけてやるわけですか、やるんです、これ面白いです、本当に、
はあ、宣伝するわけじゃないけど、いやいやいや、私は正村っていうね、はい、時宗の大おじさんに当たるのかな、なんかこれ家系図をこうやっていくとさ、うん、なんかトーナメントみたいになっちゃってよくわかんないトーナメントみたいな、北条時宗が最後優勝するんだろうけどもさ、そういう北条一族の大おじさんで、私のお兄さんが白見木次郎さん、白見木次郎、白見木次郎さんですよ、うん、それ兄弟同士でもまたなんかこう腹の探り合いでも大変なんだ、それは毎日それを今やってんの、今やってんの、やって探り合ってんの、大変で毎日探り合ってんの、探り合ってんのやだな、そんなのやつなげない、腹毛ばっかりだ、腹毛ばっかり、本当にそれ毎日今やって、そうです、働くな、 あとドラマはですね、うん、よく働くですね、10月20日から、これドラマじゃない、今度は三宅さんともやるんだよね、三宅さんともね、クイズ番組ですけど ね一緒に番組でレギュラーで、運命のダダダダン、運命のダダダダン、はい、うん、楽なポジションでしょ、どうせ飛び込みみたいな、まあ、行ってみりゃね、ただ車上一発座ってればいいみたいな、うん、稽古もなしみたいな、うん、飛び込みみたいな、当たり当たり図星、うん、参ったなこの人に、それは楽な仕事でね、楽な仕事で飛び込みでね、熱血秀作が行くというその三宅氏と話を、そうやって番組と一緒になりながら、はい、また何かやろうじゃないかっていう布石をね、はい、なるほど、布石番組なんだ、布石ですよ、ゆくゆくは三宅お前とまたコントをやるぞと、うん、呼吸をこうね、測ってるから、測ってるんですよ今、なるほど、でこれブルペンみたいな番組なんだ、そうですそうですって、あたりそうブルペン番組、そうです、練習台ですか、これブルペン、ブルペンってなるほど、それもやってるし、始まるし、はい、まあいろんなのやってるよ、はい、あと熱血秀作が行くというドラマも、これは千葉秀作の若い頃のお話で、千葉秀作も、私が別に千葉秀作の若い頃やるわけじゃないんだよね、頼みませんよ、誰も誰もね、誰もね、なんだ、発注しませんよ、だって秀作の若い頃、中村俊介君っていう人が、はい、うん、背が高いんだな、これがな、今人気の俳優さん、背が高い人ばっかり出てんだよ、それで、うん、あの仮面ライダーとかさ、うん、藤岡弘さんとか、また真剣で切るんだよ、うんうん、スポンスポン、スポンスポン、かっこいいんだね、これが、うんうんうん、そっちに目がいっちゃってね、俺なんかわかんないんじゃないかと出てても分かってもらえないんじゃないかと、うん、それで秀作が行く、これも始まるし、はい、まあよく働きますよ、働くおじさんですよ、ねえ、働くおじさんって知ってる、知らない、 NHK の3チャンネルでやった、子供が、ね、見てると一緒に見るんだよ、うん、こんにちは、いつ頃のヒット曲なんですか、もう20年ぐらい前でやってるかな、働くおじさんっての、あ、知ってます、あのいろんなところの、そうそう、八百屋さんのおじさんだとかさ、いろんな、ね、取材するんで子供がな、うんうん、働くおじさん、歌までは分かりませんでした、そうそう、それでね、今度は私の雑誌でね、この伊藤さんを特集させていただいて、それはその話、特集させていただいたんですよ、その話、その時に私はアンケートをさりげなく取ったら、いろいろ歌の好きな歌ベスト3と、うん、さりげなく聞いてみたら、ああ、ね、ねえ、うん、3位が、うん、天才バカボンの歌、俺好きだもん、あれ、これ何、この辺の魅力は天才バカボン、いい大人選ばないでしょ、普通、柳の枝に猫がいる、それが猫やねん、こんな歌じゃないもんなこれ好きなんだよ、こういうの、これは好きなんだよ、うん、天才バカボンの歌を、だって普通60過ぎて選ばないでしょ、3位にいい大人が3位に天才バカボンとか好きなんだって言わなくて、まだそれでいいのだって言うんだ、それでいいのだって、赤塚先生だから、転覆トリオも歌ったんだぜ、うん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 、走れバカボンって歌歌ったんだって、歌ったんだよ、これ、うんうんうん、今すっと思い出せないけどね、うんうんうん、そうなんですよ、歌ったんです、それから植木さんの俺についてこれ、俺についてこれ選んでますね、うん、俺いい歌だよね、だいたいあの人歌が上手くて声がいいでしょ、いい音、それが急に途中からパッと変わるっていう、あの、ああ変わり身がいいな、変わり身がいいな、あなただけがつってんのが、あれがいいよな、あれがいいよな、そしてですね、なんと輝く第1位がいいもんだな、ふるさとは、この歌はいいじゃないですか、たまたま、うん、そのなんかお菓子の宣伝の歌になったんだけど、それどっちがせっかく知らないけど、でもお菓子は変わるってついたんですよね、うん、後からでもそれはないんだよね、そう、これそっちはもどうでしょう、きっとこれ春夏秋冬とちゃんと四季の歌になってるんですよ、あ、そうですか、うん、四季になってる、四季の歌になってるの、うん、これはね、なかなかいい歌なんだよいい歌なんですか、歌そのものも、うん、コミックソングと言えるかどうか知らないんだけど、うん、でも我がベスト10、ベストワンだと、ワンだね、コミックと限らず、うんうん、ベストワンですから、そう思ってですね、良き歌、実はですね用意したんですよ、えそう思って、それにつけてもついてないやつ、ついてないバージョン、
すごいじゃない。カールがなくなっちゃった。これはなかなか聞けないよ。でしょ？うん。探してきました。でも聞いてる人は必ずその後つけたがるんだ。それにつけてもとおっかんって言わずね、おやつはカールとつけたがるから、うん、ちょっと聞いてみましょうか。ある、ある、はい、聞きたい。じゃあ行きましょう。ありがとうございます。はあ、オラガンの方にも出かけてこいや。裏山にはわらじも出たで、なんて頼りもやってくるいいもんだな。ふるさとは田んぼの土壌にも会いたい。なんて頼りもやってくるいいもんだな。ふるさとは娘も揃った盆踊り。ねえ、涙流しました。はい、三橋美智也さん、いいもんだな曲を。なかなか涙でかからないでしょ、これ今も。伊藤さんぐらいしかね、いないと。こういう人はいないとダメ。いないと書けられないですからね。やっぱりレインボーブリッジの膨らみが変だと思う人でないと書けないな。そうですね、うん、レインボーブリッジの膨らみをぐるっと回りながらきつつくると見始めちゃうからですよ。いいもんだなと。フルだと、フルだと、ね、なかなか結構なことがした。結構なした。で、今度の土曜日お昼11時、アッコのいい加減2000回はお騒がせ芸能人100人切りスペシャル。まさかあの人があんなことを。信じられない。そんなことが。ここだけの話やで。土曜のお昼11時、アッコのいい加減2000回お騒がせ芸能人100人切りスペシャル、お楽しみに。ワンダチャレンジ、さあタイガーウッズオールインワンでワンダリズムトランクがもらえます。打ったホールインワンが出ませんでしたので、缶のシールを15枚集めた方の中から抽選で1万名様にトランク型 CD プレイヤーワンダリズムトランクをプレゼント。詳しくは新聞雑誌応募はがきで。旭川駅北口徒歩7分、岩瀬三幸は店舗一筋で28年、皆様のお役に立ってきました。店舗を売りたい、買いたい、貸したい、借りたい方、03-3339-6666、3339-6666番までお気軽にご相談ください。気温が上がってくると頭が蒸れて汗が垂れてくるんだよね。ヘルメットをかぶる方でこんな経験はありませんか？そんな時にはヘルインナー、蒸れない、洗える、汗を取る、トールの新素材フィールドセンサーを採用したヘルメットの中にかぶる帽子です。ヘルインナーのお求めはお近くのホームセンター、ワークショップ、金物店で。本日の一曲は海源で風の歌。こっちでコンコン、こっちでコンコン、風に海源ありがとうさん。海源は使用上の注意をよく読んで正しくお使いください。特にアレルギー体質の方は服用前に医師や薬剤師などにご相談ください。私たちフラストは人社会と人々の暮らしのために質の高い技術とサービスを提供します。マンション建設は実績のクラストじゃ。テクトピアでお部屋を探して嬉しいプレゼント、一括借り上げで、うん、安心のジンテック。メンテナンスはニックスにお任せ。安心と幸せを運ぶクラストグループです。マンション建設はクラスト。このワインがこの値段。世界のお酒を安く買うなら黄色い看板に D のマークのワインマート。今週のビバリーは危険な2人スペシャル。今日は全番組はいずれも高視聴率、伊藤志郎さんが登場。日本放送、高田文夫と伊藤志郎のラジオビバリーヒルズ。いや、しっかり今ですね、雑誌を眺めておりますが、しみじみとですね、自分の似顔絵を見てですね、笑っておりますが、
私の証言にというね、この雑誌でこの伊藤さん特集させていただきまして、本当にお世話になりまして。普通にありがたかったですね。あ、そうですか。こういうやつを取り上げるっていうこと自体はね。やつをって。やつをなかなか勇気がいりますよ。勇気がいました、私も。バッチでした、うん、編集長を。疑問だなをね、かけるのと同じレベルで。マニアックな。ありがたい。で、俺の知らない写真もいっぱいあるからね。そうなんですよ。そっとお借りしたです、ね。嬉しくなっちまうね、伊藤さんのですね。証言に。ね。それで、この松村君が描いた絵どうですか。あ、見ました。特徴を捉えてね。三宅さんと二人をね、描いてもらったんですけど。笑ってしまうね、これ。これどうだいこの三宅さんと伊藤さんの顔、うん、もう力入ってますよ、松村君もね、愛情がこもってますよ。私の全てが分かるの、ね、私のもう知ってほしい方にはね、ね、あ、もう裸と一緒、裸ね、すっぽんぽん、ちょっと裸踏みを、なんだか分からないけど、上手だね、上手だね、上手だね、どうかしたぞ、その線で言ってもらいたい、言ってもらいたいね、え、本当にそういうわけで、なんとかね、コントのやっぱり伊藤さんね、やっぱり東京でやっぱりコントやる人が少なくなっちゃったからね、やっぱり伊藤さんとしてもやっぱりでしょ、三宅さんにも期待すると、そう、これ安いよね、ありがたいね、だって活字が割と小さいからさ、もう量が勇気詰まってるもの、詰まりっぱなしだもの、こんなによく詰めたなっていうほど詰まってる、これそうなんで、それでたったの1500円、お求めやすいやね、お求めやすいやね、資料としても取っといてください、そう、ぜひともね、これ証言に伊藤さんの全てがです、はい、若い頃からもう、はい、もうとんでもないあの映画のポスターとか入ってますからねなんとか年力沈力なんだか年力なんとか大作戦ルパン三世年力役やってんですよ、また私 ね銭形警部やってんの、銭形警部、うんうんうん、田中邦衛さんがやってるんですよ、なんか次元大だっけ大そうそう、なんだっけな、うん、そうですね、変な映画出てるんですよね、実写版なんですか、そうそう実写版、あれ真ん中しかないんだ、3日間でポスターがね、目黒祐樹さんがルパン三世やってんの、そうそう、これ必見執権時宗執権時宗ね、北上北上しますよ、北上してます、はい、今、ね、というわけでファックスの方もいろいろ来てると、はい、はいはい、こちらですね、うんうん、埼玉県のニーンさんからいただきました、48歳、あの2は何なんですか、俺も分かんないんだよ、どっから2はなんだか分かんないんだけど、いつの間にか2になってたということですね、どうだって説明だってなんかこう出てくるときドーンとかズギャーンとかってなるけど、もっと敷いた感じで敷いた感じでこう出るっていう江戸前だね、軽くねちょっと敷いてみたんですね、敷いてみたどんなデカだなんで、で、兄さんはなんつってんの、兄さんはですね、兄さん寄ってらっしゃいよ、兄さん寄ってらっしゃいよ、おめがねさん伊藤白さん、あの昭和33年行くこっちでした、止めるね、それ兄さんおめがねさん寄って、赤線がなくなった、昭和33年は21だね、ってことはあれ最近ありますよ、吉原、いやないよ、だって33年ですよ、金はねえもん、赤線がね、なくなった、銭がないもん、21歳の時ですか、そうです、やっぱ結構ひとしおでした、考えは、いや、ひとしお、いよいよ赤線がなくなるな、うん、昭和33年、うん、ただ歩っただけだな、友達と吉原を、うん、歩った、歩った、しやかして、しやかしたな、しやかしたな、なくなる前に、そうだよ、なくなる、あれですよ、33年の、なくなった、歩いたってしょうがないんだ、故障じゃねえんだから、忍んでどうしよう、故障よ、ただ一人だもん、仰げばわびし天守閣、そんな謝らないでということは33年3月31日ですよね、はい、吉原赤線がなくなったからね、で忍んで歩いて、忍んで歩いて、うんうん、それだけだったね、それだけだった、うん、ああなるほど、ね、眼鏡取られたよ本当に、お眼鏡さんと、であれスッと取ってくんだよ、ほんと上がらざるを得なくなる、自分の眼鏡取られちゃうから、取られてさ、寄ってらっしゃいよと、お兄さん泣いたよ返してくれって泣いて泣くわけないじゃないですか、まあ、ついてたんじゃないので、うん、お城行きたい人とかね、お城行く最初とかね、話は全然変わるんですが、なんで赤線の話になってんだ、伊藤白さんへ質問です、はい、お休みの日の過ごし方について教えてください、また普通の会社勤めのように土日が休みだったりするのでしょうか、そんなんないよね、いやでもあの割とテレビ局とかあの休みの日休むっていうところもあるから、最近増えてきましたからね、時たま日曜日が空くってことはありますよね、あの伊藤さん1年間丸々お休みした期間とかあるんですか、ないよ、ずっと見続けてる、ずっとずっとウォッチャーとして見てる、休みないでしょ、1年間丸々働いたってことあるけど丸々休んだってことはない、ね、いやーないでしょ、最長のお休みで何ヶ月ぐらいですか、お休み、はい、何ヶ月のお休みっていうのはないですよ、最長で10日ぐらいじゃない、ってそんな大鳥圭介じゃないか、大鳥圭介がガリそうですか、お休んでません、疲れませんか、疲れないんだ、タフマンですものね、タフマンで、うん、だ仕事だからねこれは、うん、疲れたって言った途端にもう負けじゃない、あそうで
だ自分じゃブツブツ言ってんだよ疲れたなだとかさ、やっぱ言い換えると人より遠いでしょやっぱり、うん、年取ったから。でも人様にね、うん、疲れていけませんって言うとなんか負けたみたいでさ、そうそうそう人に言うとね、うんうん、自分の仕事をさ、うん、苦労だとか、うんうん、疲れただとかさ、うん、言いたくないんだよ、ね、あんまりね、そういうのはね、分かりました分かりました、うん、嫌だそういうのは。でも最近やっぱり家に帰ると一人事が多いとか言ってる、ブツブツ言ってるね。そう、おかみさんから言ったんで、どういうのがやったもん、何か言ってればやったわけだもんね。同じことを繰り返して危なくなってきたな。デンジャラスマン、デンジャラスマン新キャラクター登場、新キャラ登場、デンジャラスマンだ、デンジャラスマン、デン、デンがついてるからいいよね。デン線マンもあったし、そう、デンデン、デンデン、デンデン、そういうタレントがデンデン、最近脇で出てますよ、渋く、デンデン。話はいくらでもつながるんですよ。全然大事ですよ。もう来てませんよね。一般ですけどね。はい、やめときましょう、ね。時間持ってないですからね。そうです。そう、うん、あ、すみません。でね、気になるのがね。はい、気になる。まあ我々あの笑いが好きな連中はですね。はい、伊藤さんがいよいよ来年2月に重い腰を上げると。重い腰。2月に下北沢で小松政夫さんとやってるんじゃないですか。やります。何か。やります。ね。5年ぶりかな。そうですよ。あれから5年。あれから5年。そうさな。そうさな。あれから5年。あれから5年。三宅裕司とやってから3年かな。3年経ってますね。そうです。ですから、ぼちぼちやんなきゃいけないっていう、なんか、使命感みたいなものもあってさ、そのうちに動けなくなるでしょ、さっき言ったように。デンジャラスマンだから。デンジャラスマンだから。ね。デンジャラスマンとしては動けない。やっぱり多少こう動ける間に、筋書きっていうのは、動かないとさ。体効かないと。うん、体ね。ただ語ってるだけじゃさ、座りっぱなしじゃね。やっぱり動けないとね。動きたいと思ってね、はい、うん、ちょっと動くやつをやってみようかなと思ってるん で、今回そのまた前と同じように小松政夫さんとたった2人だけで、いいえ、今度はね、お芝居ですから、お芝居ってまあコントじゃなくね、うん、4K にわたって 4K、いいですね、4K にわたってね、3K ってありました、危険だとか汚いとか、それ3K って言うんだけどね、4K、八景園というところもあるね、八景園ってありますね、八景、うん、そうです、ね、4K です、でお芝居ですから、お芝居仕立てで、ね、はい、ですから全部で8人ほどでお芝居をやろう、うん、やって、うん、それじゃあ伊藤さんと小松さんの絡みを中心にこう作っていこうと、そうです、そういうことです、うんうん、一応タイトルも決まりましたね、一応おいつおわれつと、まあそういうタイトルにして、本当においつをあれつをやってみようかなと思ってるんですよ。今回なんか演出も担当されるとか、初めてですね、初めてのことばっかりですね、今からね、うん、不安ですね、不安、うん、不安だけど、まあ還暦過ぎたらば、うん、何やってもおまけだろうと。そうですよね、おまけでしょ、もう何やったっていいんですよ、いいよね、もう還暦60過ぎたんですから、もういいですよ、もうそうだよね、昔は本当江戸時代は還暦過ぎたら、うん、あの子供に帰るっつって、赤ちゃんなんですか、ね、大体許してくれたっていうから、何やっても、ね、今逆だもんな、還暦過ぎた後はなんとなくこう分別もついたんだろうからさ、ちゃんとしなきゃとかね、社会的にもきちっとしたことをしなきゃいけないなんてこと言うじゃない、とんでもない話だからな、とんでもない話、俺はもう何やったっていいんですよ、弾けるよ、はじけ、いや、おー、かっこいい、デンジャラスマンだから、これ人生デンジャラスだ、これから、冗談じゃねえよ、誰に対して冗談、おとといきやがれ、不良だ、おとといきやがれ、ひとかどっかい、ひとかどっかい、誰に向かって言うよ、おさてるんだか分からないけど、いいんだ、誰でもいいんだ、だからその伊藤さんがね、小松さんとやるわけだ、はい、来年の2月の7日から14日まで、うん、下北沢本田劇場で、ね、行われます、7日8日この日10日だ、10日10日だ、はい、チケットの発売はまだ12月5日からでございます。だからちょっと先なんですが、うん、小松さんとの5年ぶりの共演ということで、ね、下北の本田劇場ですよ、はい、ねえ、でこれからじゃあ詰めるわけだ、そうですね、うん、もう大体出来上がってますけど、大体もう筋は頭の中にもできてる、うん、これは大変じゃないかなと思い出してきてるんだけどね、思い出してきてる、この大変なのをカットしようかな、なんか武将になっちゃって、めんどくさいとこやるのかなと、武将界でも知らんこうじゃないかな、武将還暦だと思って、還暦だと思って、もう還暦だ、ね、還暦だ、還暦はるかに過ぎちゃったもん、生身あれそんなとこでいいのかな、大体今日はいい、いいや、12分まとめっていいね、12分でいいし、そんなとこでいいのかな、今日はな、いいいいやね、じゃあまあ、適当にやっていただいてですね、人生人生をね、それが一番ですよ、それが一番だ、ね、もう伊藤さんが何やったっていいんですか、いいね、いいね、いいやね、じゃあまあとっとと帰りましょうか、ね、というわけで、今日のですね、スペシャル、今週はラジオ界スペシャルウィークですよ、スペシャルな、いや大変なんですよ、 QR だってやってますよきっと、スペシャル、いや、うちだけがやってるわけじゃないの、じゃないのよ、 TBS だって QR だって FM だってみんなスペシャルなんですか、みんな待っちゃおうかな、みんな待っ
獅子舞じゃないんだからみんな待っちゃおうかな ね, ね、表紙持って待っちゃうぞ待っちゃうぞ本当に、はい、というわけでございまして、はい、今日はデンジャロスマン、はい、伊藤史郎さんをお迎えしてお届けしました。また呼んでくださいね。ぜひと別の話題でいいから。別の話題で、うん、なんだないこと何でも喋りますから。ぜひとも、はい、ではまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。ありがとうございます。ボッシュ、ボッシュ電動工具の青いボディ、そこにはあらゆる現場を知り尽くしたプロのノウハウがぎっしり詰まっています。すべては完璧な仕事のために、世界のプロが認めたドイツの品質、ボッシュ電動工具。沢の粒からおいしい新米プレゼント、大好評米だけの酒と新発売米だけの酒200カップをお買い上げの方に、抽選で3000名様に新潟県産コシヒカリ新米 5kg が当たります。詳しくは商品についている応募シールをご覧ください。サワのツル。プロレスラー蝶野正弘、俺は誤解を恐れない、俺は時代に流されない、俺は権威に負けない、俺はタブーを破る、群れない、逃げない、ジオンリーワン。産経新聞。お申し込みは0120-34-4646。バイマー。お父さんは疲れと一緒に帰ってきます。今日も一日ご苦労様。強レオピンを送りましょう。滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給に強レオピン。うん、明日も頑張るぞ。強レオピンのお求めは、八潮市丸越前山陽薬局で。駅に商品券を買いに行こう。デパートで使えるビュー商品券。駅に商品券を買いに行こう。旅行に使えるビュー商品券。お求めは駅のビュープラザでね。ギフトは駅でね。ビュー商品券。JR 東日本。ご存知ですか？生しいたけの生産量はずっと群馬が日本一。これからも安心の品質と美味しさを皆様の食卓へ。生しいたけは群馬です。ただいまバラの花束プレゼントキャンペーン実施中。詳しくはお近くの有名スーパー店頭で。 JA 群馬です。ベスト電機サティ大宮店、21日朝9時オープン。 10% ポイント還元。日本放送、高田文夫と伊藤史郎のラジオビバリーヒルズ。この時間は日本ツーンがお送りしています。それではここで日本放送首都高速メックスアイルート情報です。首都高のハブカさん、お願いします。はい、首都高速道路は事故や故障車に伴う渋滞はありません。東名高速道路が集中工事で混んでいます。首都高速道路から東名高速中央道方面へ向かう下りのルートです。谷町ジャンクションから3号線を下って集中工事で混んでいる東名高速を下り、厚木インターまで54分です。三宅坂から4号線を下って中央道の八王子までですと40分です。次に埼玉方面から江戸橋へ向かう上りのルートです。埼玉大宮線の与野から5号線を上りますと57分。このルートより早いのは川口線の新井宿から6号線を上って江戸橋まで42分です。道路交通情報センターのハブカでした。ハブカさん、どうもありがとうございました。次の交通情報は1時30分頃、テリーとウェちゃん乗ってけラジオの中でお伝えします。さて、お聞きの日本放送では今晩7時から坂上美希と上柳雅彦のスーパーミュージック、ユーミンサザン電力ベスト20を お送りします。あなたからのユーミンサザンのリクエスト曲をお届けする3時間です。日本シリーズのプレミアムチケットのプレゼントもありますので、どうぞお聞き逃しなく。今週のビバリーは毎日1名様に柿安本店松坂肉しゃぶしゃぶをプレゼント。あなたはごまだれ派、それともポン酢派。日本放送、高田文夫と井上紀美子のラジオビバリーヒルズ。ここで1曲お聴きください。平松恵里さんで歌バラで東京。
放送フラッシュニュースです。今日午前10時半ごろ、東京新宿区歌舞伎町1丁目のパチンコ景品交換所に外国人とみられる男2人が押し入り、清掃作業中の女性を脅した上、現金およそ900万円を奪って逃げました。東京大田区池上のボーリング場東洋ボールの解体工事現場で、おととい作業中に1階部分が崩れた事故で、瓦礫の下から今日午前、建設作業員の40歳の男性の遺体が見つかりました。今日未明、岩手県川井村で住宅が全焼し、会社員の一家4人とみられる遺体が見つかりました。現場は北上山地を横断する国道沿いの集落で、一番近い隣の家まで100メートル離れているため発見が遅れたということです。日本放送フラッシュニュース、増山さやかがお伝えしました。0時31分になるところです。犬井貴美子です。ここでお知らせです。今日のくにちゃんさくちゃんのワンダフルリクエスト、山田マイハウスの青空リビングはホットカーペットをご紹介しました。国内有名メーカーのこの秋の新製品です。今の季節だったら肌寒い朝晩もこれ一つで本場か暖かくなりますし、冬は他の暖房器具と上手に組み合わせればクリーンで快適、しかも省エネの暖房ができます。カバーには抗菌防臭可能も施してあり、汚れたらば丸洗いもできます。ですからいつでも清潔にお使いいただけますし、高温でダニをノックアウトするダニアウト機能もついてます。優しい肌触りでお手入れも簡単、ベージュを基調にしたシンプルなデザインです。お値段は2畳用が12,800円、3畳用が19,800円と大変お買い得になっております。ホットカーペット今のうちに買っといた方がいいですね。これに消費税 5% がプラスされます。お申し込みはお電話で、東京 03-3234-5000、 東京 03-3234-5000 番までどうぞ。今度の土曜日お昼11時、アッコのいい加減2000回はお騒がせ芸能人100人切りスペシャル。まさかあの人があんなことを。信じられない。そんなことが。ここだけの話やで。土曜のお昼11時、アッコのいい加減2000回、お騒がせ芸能人100人切りスペシャル、お楽しみに。今日通のペリカン便を電話で呼んで合計3個出すと、抽選で東京ディズニーランドパスポートチケットやグッズが当たるキャンペーン実施中です。なんと先着30万名様に東京ディズニーランドオリジナルストラップを丸なくプレゼント。フリーダイヤル良い丸通丸通。日通のペリカン便。きなこ、きなこ、それはきなことマメオの運命的な出会いの物語。きなこ、マメオ、カナドル食品が贈る美味しい話題作、きなこマメ。きなこマメはカナドル。ねんねんねんメガネのよ。せっかくオープン自由が丘、店内明るく良い品揃え、人気ブランド勢ぞろい。メガネドラッグ自由が丘、せっかくオープン駅のそば、メガネドラッグ自由が丘店。テレビ CM で伝わらないこといっぱいあります。ラジオ CM でも伝わりません。そういうのってアラビカ種コーヒー豆 100% 使用、美味しくなったニューコーヒータイム、うまい。あ、そういうの一番伝わりづらい。ヤクルトから。激戦輸入車中古車速報、ユーチョイス。欲しい車が必ず見つかる輸入車中古車ガイドの決定版。11月号はベンツ C クラス大特集。メルセデス新旧 C クラスを徹底研究、内容さらにパワーアップ。ユーチョイス11月号はネコパブリッシングより好評発売中。終わらない。ただいま開催中の平塚競輪は23日まで。平塚競輪は23日まで開催。21日からの3日間は黒松杯 S 級シリーズを開催します。ご期待ください。湘南バンク。今週のビバリーは毎日1名様に柿安本店松坂肉しゃぶしゃぶをプレゼント。あなたはごまだれ派、それともポン酢派。日本放送高田文夫と井上紀美子のラジオビバリーヒルズ。
伊藤さん帰っちゃった。いいね。本当に好きだな。嬉しそうですね。本当いいよね、伊藤さんってね。本当いいな。歌ばっかり歌ってらっしゃいました。はい、それじゃあプレゼント。はい、今週は豪華ですよ。今週ビバリーにファックスやメールを送ってくださると、おなじみ日通航空の三直便1000から。スペシャルウィークにつき大好評を博しております柿安本店の松坂肉のしゃぶしゃぶ1万円相当、うん、自家製ごまだれ付き、こちらを毎日1名様に差し上げます。上手だね、上手だね、東方上手だね。北海道出身、花くそ部屋花くそ部屋あとうそんこっていうのが私好きです。うそんここの松坂肉のしゃぶしゃぶ食べたいという方は各コーナーにふるってご参加ください。当選者は毎日エンディングで発表します。さあ、このコーナーは、はい、はい、合言葉はヨーデルに続け DJ 乾のビバリー証言に引っ張れ。ということで、はい、ビバリーはこれからもヒット曲を仕掛けるぞということで、ヨーデルの次にですね、ブームを起こすのはどの曲なのか。何陰気に喋ってんだよ盛り上げるよ、ブームを起こすんだから、はい、証言人の第3号にも登場している2組のアーティストの曲をご紹介いたします。いいね、いいね、今日はまず1曲目、仕掛け人はもちろん高田先生でございます。まず最初の曲、コンビ結成35周年を記念して、 あの玉木宏、玉木浩二さんが作曲。玉木宏さんじゃないよ玉木浩二さんが作曲、高田先生が作詞しました。はい、あの俺が信用するミュージシャンが一人だけど、あの昨日ちょっと仕事あったんだけど、その信用してるミュージシャンが、あれは本当に名曲ですよって、まあ義太夫なんだけどさ、義太夫なんだけどさ、義太夫が、あれは名作ですよ、あの、玉木さんの曲は、もう癒し系でね、本当にほっとしますよって、もうプロが勧めてたから、これいけんじゃないかと、はい、早速聴いていただきましょう、昭和ノイルコイルで、そんなもんだよしょうがない、早いぞ。会社じゃ出世で老後も安泰、そんな夢を見た、そんなもんだそんなもんだよ。道を歩いてたら母にのおばあちゃん、荷物を持ったらお礼が3時間、終電が行っちゃった、しょうがないしょうがないね。陽気に歌って眠ってごらん、ほら誰でも夢は見自然に優しい、妻には逆らわず犬にもよいしょ、それでも生きている、そんなもんだそんなもんだよ。陽気に歌って何なんだろう、はい、こういう歌がこれからいいんだよ、もう世紀が変わるし ね、もうしょうがないから諦めなきゃしょうがないよ、もう人生ね。でこのノイコイさんのですね、はい、35周年記念公演が11月の12日、はい、もうおかげさんでですね、もうチケット前売りは即完売ですよ。そうですか、私とかですね、和風師匠とかですね、一国堂まで来ますからね、はい、大変ちゃんと、そして鈴鹿でにゃんこ金魚もでここで生歌やると、はい、あとは統一券若干あるかもしれませんけど、ね、ということでございますからね、まあ、そちらに行けない方はあの、ね、ぜひ王子のスナックもしもしに、そう、そこと犬がねポスター貼ってますから、証言人のポスター貼ってますから、歌声喫茶とかしてるかもしれないので、ぜひ行ってみてください。
これも多分ですね、11の頭にはね、はい、出ると思いますので、CD として、はい、ありがたいものでございますね。はい、そして2曲目は、はい、こちらはですね、11月29日に発売されるジャク様のライブアルバム、ジャク様聞き放題、ね、弱肉強食からあの、ヨーデル焼肉食べ放題をNHK ののど自慢で、日曜日の NHK ののど自慢って昼間の番組があるんですね、メールがいっぱい来てですね、素人さんでこれを歌ってる人がいたと焼肉食べ放題よ嬉しいじゃないの、のど自慢だよ NHK の、ね、ここでこれ歌ってる人がいたと、皆さんから視聴者からね、歌ってましたよとたくさんメールありがとうございます、上ここまで来ればこっちもございます、でも焼肉記念でいよいよですね、はい、ジャク様がアルバム、はい、アルバムだこれがいい曲がまたもう山ほど入ってんだ、はい、またね、もういろんな食べ物の歌もね、あるけども、そんな中今日は一押し、はい、私のそれぞれの味、札幌黒ラベルの歌、いい泣けてくんだよこれ結婚式で歌ったらもう新郎新婦ママ泣くね、本当ですか、もうビールがうまそうよ、本当に、うん、じゃあ聞いていただきましょう、はい、ジャク様ビズ満腹ブラザーズでそれぞれの味、札幌黒ラベルの歌、くれた日は札幌黒ラベル、関南新空に耐えた日も札幌黒ラベル、やるだけやって生きた日は札幌黒ラベル、人生様々すべてよし、ああ札幌黒ラベル、見果てぬ夢を語るよは札幌黒ラベル、彼女に振られて泣く夜も札幌黒ラベル、夢見て走ってつまずいて札幌黒ラベル、我が子を抱いた日は札幌黒ラベル、叱って殴った手を悔やみ札幌黒ラベル、娘が嫁いで行った夜は札幌黒ラベル、人生しみじみすべてよし、ああ札幌黒ラベル、聞きたいね、やっぱりなんと人生最後までなんだよな、お前100まで、わしは99までまで、100年の人生がね、全部あんだよ、初恋からずっと結婚して、孫でね、孫を抱いてとか、いろいろあるんだよ、そんな歌が全部入ったアルバムが出ますから、はいはい、いろんな曲が入ってます。11月29日です、はい、今の曲はそれぞれの味、札幌黒ラベルの歌をお聴きいただいております、はい、そしてこの後ですね、お待たせしました、松坂肉しゃぶしゃぶの当選者発表でございます、はい、お待ちください、お待ちください、引っ張るよ。